モスクワ中央経線は、モスクワ鉄道が保有する既存の鉄道インフラ上に構築された鉄道輸送線システムである。計画段階では、地上を走る地下鉄勢と報じられたことがあるが、実際は地下鉄ではない。モスクワとモスクワ州の諸都市、ローブニャ、ドルゴプルドニ、オジンツボ、クラスノゴルスク、ポドリスクを結ぶ。モスクワ中央経線の最初の2線は、 2019年11月21日に開通した。開通した2000の路線長は1 3 2トルで58の駅がある。MCD の運行は公開株式会社中央郊外旅客会社が行う。MCD の最初の2000はモスクワ鉄道の既存の線路を用い、2019年11月21日に開業した。それらは 現行の通勤交通と組み合わされる。MCD-1 号線は、既存の鉄道路線を基礎に構築され、全長 52km、所要時間は1時間28分である。MCD-1 号線には24の駅があり、うち8駅は、モスクワ地下鉄、モスクワ中央環状線、鉄道のいずれかとの乗り換え駅である。MCD-2 号線は、 既存の鉄道路線を基礎に構築され、全長 80km、所要時間は2時間である。MCD-2 号線には34の駅があり、うち11駅は、モスクワ地下鉄、モスクワ中央環状線、鉄道のいずれかとの乗り換え駅である。MCD-3 号線は、既存の鉄道路線を基礎に構築され、全長 88km に43の駅を設け、 所要時間1時間40分で結ぶ予定である。MCD-4 号線は、既存の鉄道路線を基礎に構築され、全長 86km に38の駅を設ける予定である。MCD-5 号線は、既存の鉄道路線を基礎に構築され、全長 75km に39の駅を設ける予定である。ありがとうございます。